佐賀県唐津市の七ツ釜付近の海上で昨日、水上バイク2台が転覆した事故で、乗っていた4人のうち2人は救助されましたが、男女2人の捜索が現在も続けられています。遭難した4人のうち女性が救助される緊迫の瞬間です。唐津海上保安部によりますと、昨日午後4時半ごろ、水上バイクが転覆して4人が水上バイクに捕まっているのが見えると通報がありました。現場は100メートルほど沖合で、昨日午後6時ごろに4人のうち男女2人が佐賀県の防災ヘリにより救助されました。男性に怪我はありませんが、女性は腰の骨を折るなどの重傷です。糸島市の女性と久留米市男性の2人は現在も行方が分かっていません。ヘリや巡視船、それに特殊救難隊を含む潜水士などが現場に投入され、範囲を広げながら捜索活動が続けられていますが、付近は風や波の影響が大きく難航しています。